挑戦をいたします。さあこのジャンボコールが人の胸を熱くしていることでしょう。力道山から馬場、そしてスーパーへと受け継がれました日本の主砲、栄光のインターナショナルヘビー級のベルトは今年の夏7月31日ここ両国国技館で参戦に奪取されたんです。鶴田は現在無冠、果たして同じ両国技館で宿敵ハンセンを倒してベルトを奪還することができるんでありましょうか。ジャンボ鶴田今入場であります。試合に先立ちまして日本テレビ並びに番組のスポンサーよりジャンボ鶴田そしてレフリーに豪華な花束が今贈られました。さあそして今度はインターナショナルヘビー級チャンピオンファン・ハンセンの入場であります。今年に入りまして4回目、通算37回目の来日、世界の金冠、ファン・ハンセンの入場、もはや日本バスケ界の顔になりました。全日本プロレス15周年記念シリーズに欠くことのできない主役であります。今回もベストコンディションに乗り込んでまいりました。さあ、ブルロープを振り回して、今ジャンボのバス、リング上に入りました。左手にインターナショナルヘビー級のベルトが輝いております。さあ、ベルトを。アメリカに持ち帰ると豪語するスタン・ハンセンであります。インターナショナルヘビー級タイトルマッチ PWF 会長ロード・ブレアーさんよりタイトルマッチ宣言であります。タイトルマッチ宣言が今告げられました。そしてベルトの返還であります。スタン・ハンセンから、PW 会長ロード・ブレアースに今返還されました。本部席の方へ預けられます。ハンセンにとりましてはこれが3回目の防衛戦であります。さあベルト奪還できるでありましょうか。ジャンボするか。両選手がこれより紹介でありますが、ハンセンがかなりご覧のように入れ込んでおります。長くは挑戦者260分のジャンボ鶴田、全インターナショナルヘビー級チャンピオン奪還を目指すジャンボ鶴田、長くはインターナショナルヘビー級選手者300分のスタンハンセン、第15代の現在のインターナショナルヘビー級チャンピオンです。スタンハンセン、スタンハンセン。さあ解説は東京スポーツ新聞社山田隆さん、そして今試合を終わりまして放送席に、来てくれました、ジャイアント馬場選手です。お二方どうぞよろしくお願いいたします。よろしく。さあ山田さん、もうジャンボにとりましては本当にこれがラストチャンスだということを言われてますね。そうですね、まあ、今までなんとか取り返そうという努力を続けてきて、その悲願が果たせないでいる、まあ、本当にラストチャンス、本人もそう考えてるし、不安ももうなんとか奪還してほしいと思ってますね、対戦成績はこれまでハンセンの2勝1敗、8回9回戦っているんですが2勝1敗、両者リングアウトが5回、ノーコンテスト1回という結果になっていますが、山田さん、この一戦に限り過去の資料焦んなりませんね。そうですね、まあジャンボもですね、非常に今日の試合前の控え室では、緊張色を浮かべながら、もうきっぱりとね、もう何としてでもタイトルは取り返すというふうに言ってましたからね、まあ総力を結集してこの一戦に臨んでると思いますね。ハンセンが一つ水平打ちを前にすれば、そしてジャンボも打ち返す、そして今度はチョップ合戦、潰しは、スタン・ハンセン、そしてフライングメイヤーグラウンドに取りました。まあ山田さん、この鶴田はハンセンに言わせますと戦法を変えてくるから当然俺も変えて戦う、前回より厳しい戦いになるだろう、このように言ってますね。そうです、非常にね、表情の中では余裕があったんですけれども、やっぱりその目の奥にですね、鶴田侮るべからずという感じが読み取れましたね。ハンセンは7月31日鶴田からベルトを奪取しました。
ところも同じここ両国国技館回転エビ固め16分27秒、そして9月3日大阪城で鶴田のリターンマッチを退けて初防衛、そして9月9日愛知県体育館長州とのダブルタイトル戦に防衛して2回の防衛をここ果たしております。これが3回目の防衛戦。さあ馬場さん、この鶴田ですがどう攻めていったらいいんでしょうかね。あのね、ハンセンには非常にね、はい、動きが早いんですよね。はい、早いんですけども、割りかと無駄な動きが多いんですよ。あ、そうですか。ジャンボも動きが、はい、早いんですけども、割合に無駄な動きないんですね。ですから、動きは本当はジャンボの方がいいんですけどね、はい、ハンセンの方が速く見えるんですよね。そういう意味でね、やっぱジャンボにそのレスリングの基本みたいなものがもう、ハンセンよりも備わってると思うんですね。なるほど。ですから、ただ、問題はハンセンのパワーですよね。パワーですか。これはもうどうしても及ばないですからね。そのパワーをどうして崩すかというところは課題ですよね。さあハンセンが突進してくるところはハイキックで下気を制しました。さあ山田さん、この鶴田に言わせますとピンホールを本来なら取りたいところなんですけども、今回はもう奪還が優先だとこのように言ってますね。まあ本人の気持ちとしてはそうなんでしょうけれども、はい、まあ、我々は本当にすっきりとピンホールで勝ってほしいという気持ちですね。ただ今までの序盤戦の中から動きを拾ってみますとね、はい、鶴田選手は今日先手先手取ってますよね、はい、非常に積極的に攻めてる、これはやっぱりチャレンジャーとしてはね、非常にいいんじゃないかと思いますね。序盤戦馬場選手はどうご覧になってますか。まあ、どうってことはないですね、まだどっちもね、はい、ただ今日のねジャンボにもう今先ほど皆さん言われましたけども、もうチャンスがないというんじゃなくてですね、はい、今日取れなかったらまだチャンスはいくらでもあるんだから、伸び伸びとやれということをね、はい、今日は指示しました。あ、そうですか。ですからね、今日勝てなくて吉島負けてもね、まだまだ何回目かにはチャンスが回ってきますから、なるほど。大きな一戦と心得ながらも、そうですか、リラックスさせる、そういう馬場さんの話があったんですが、まあこれはもう思い切ってその山田さんいけますよね。そうですね、まあそういうね、はい、師匠の言葉があれば、はい、本人はねプレッシャーを感じないでやっていけると思いますね。さあ、まあ、ですけどもね、はい、本人がまたここでもしフォール負けをしますとね、やっぱり精神的に傷つくんですよね。そうですね。そういう意味でなんとかそのまあ取れないまでも引き分けぐらいという気にはなるでしょうね。取れなく取れそうもなくなるとですね。ジャンボをラリアットの今しぐさを見せましたけれども、非常に積極的に攻めているのが今夜の鶴田であります。すごいですね、気迫がもう本当に伝わってきますね、山田さん。今までのね、はい、この対反戦とは違いますよ。そうですね、右打ちでもガンガンいってますね。山田さん、このなりふり構わない鶴田っていうのもファンは待ち望んでいたんですね。はい、非常に魅力がありますね、はい。さあこの後の展開であります。しかしこのゴンが鳴りましてから15分間は前半戦とにかくパワーがあります。これをしのがなければいけません。あとロープを使いました。スタンハンセン、この辺の山田さん成長の後ですね。はい、はい、チャンピオンになりますとね、いろんな点で成長がありますね。場外戦です。ルールを頭によく入れておかなければなりません。反則あるいはリングアウトでもベルトは移動してしまいます。さあまずスタンハンセンが軽く場外戦を終えて、そしてリング内に先に入ってまいりました。5分が経過いたしました。スタンハンセン、ジャンボ鶴田を待ち受けましてストンピング攻撃であります。まあこの馬場さんね、前回はこの横グラリオットをねジャンボ鶴田選手はしましてね、結局ホールの機会を逃してしまったんですけれども、その時に馬場選手はこのヤシの実ありをレーン取りまして説明してましたね。まあそうですけどもね、それよりもラリアートのね名人に向かってね、自分がラリアートをやることを合図するなんていうのはもちろん他だなんですよね、ですからそこはねちょっとね油断があったところだと思うんですがね、しかし山田さん、この奪いたい奪わねばの気持ちが出すぎてもやっぱりいけないと、これも難しいですよね。どうしてもね気が入ってくるとそうなっちゃうんですよね。そうですよね。さあ鶴田ほどの男でも無冠になった焦りというものがあるんでしょうか。さあどう戦うジャンボ鶴田、スタンハンセンがそろそろ山田さんエンジンかかってきましたかね。そうですね、はい、まあ、鶴田選手の3発に対して1発という感じのパワーの差、はい、今ちょっと見せましたね。そうですね。さあ今度はこれはどこを攻めてるわけですか、馬場さん。いや首筋です。首筋ですけどもね、はい、肩の方へ行きますよね。
なんか苦労のような感じもしますが、珍しいことをやります、まあ、苦労は苦労ですけどもね、はい、そんなに効いてませんよね。どうですか、まあ、この馬場選手にバックドロップで勝って PWF、 マーテルに逆エビで AWA、 鶴田に回転エビ固めでインターを取った反戦でありますが、山田さん、今夜あたりはラリアットでかもしれませんね。はい、はい、全くね、そういうラリアットで本番を決めずに来ておいて、いきなりズバッと殿下の宝刀を出すと、はい、これはただラリアットというのはタイミングもありますしね、はい、その形にうまくはまってくればいくということですね。さあ、ジャンボがチョップでなんとか突破口を開こうというんですが、さあリングの外へ、おっと、鉄柱にぶつけました。この辺のハンセンのうまさ、やはりパワー、そしてラリアット、そしてこの防衛術、守りのレスリングというものも身につけています。このハンセンです、2度目の場外戦。馬場さん、この場外戦は注意しなきゃいけませんね。そうですね、やっぱり勝ち目はハンセンがありますよね、はい、そうですね、両者カウントアウトでも防衛ですからね、はい、そうですよね。そしてまたハンセンが、山田さん、常に早く戻るんですね。はい、決して深追いはしてません、はい、場外戦やるんですがね、はい、軽くいなす程度ですね、さあ、そのスタンハンセンです。今日はじっくりじっくり試合を進めている、そんな感じがいたします。お、左手をちょっと痛めております。ジャンボ・クルタ、それから右のダブルのサポーターが気になりますが、左足ですが、この左足もかなり負傷してるんですが、これはどう見ます、山田さん。いや、今までの動きから見てね、はい、まあ、大きな影響はないと思いますよ。よく動いてますしね。しかし、この試合が長引くことになりますと、徐々にその影響も出てくるかと思いますが、どうでしょうか。ただね、今痛めたらしい左腕ですね、はい、ハンセンが非常に集中攻撃を加えているのが気になりますね。そうですね、逆にこれは馬場さん、この腕殺しはジャンボから仕掛けていってもらいたかったところですね。そうですね、先に腕殺しを仕掛けました、このスタン・ハンセンであります。まだこのスタン・ハンセンの左腕、黄金の左腕を完全に殺してはいません、ジャンボ・クルタであります。非常にねちっこい攻めを見せますスタン・ハンセン。腕のね、はい、その付け根の後ろあたりに2バットになってますね。そうですね、これからジャンボックにとって非常に合理的な攻めですね、はい、集中して。思えばこのジャンボ鶴田とスタン・ハンセンはテキサスのアマリロハンク道場で将来を語り合った、同期であります。俺とジャンボ、まあ、レスラーは35歳から40歳が最も油の乗る時期だ、まあ、ジャンボ、輪島、天竜、長州よ、ガンガンやろうぞと、これを呼びかけましたスタン・ハンセンの記者会見でありました。さあ、場外戦、これが3度目です。鉄柱攻撃から、そしてキック攻撃、おジャンボを中に入れましたよ、山田さん。そうですね、まあ、堂々とやろうと、はい、いうことでしょうかね。まあ、これまでもなかなか両者リング合わせなので決着がつきませんでしたので、今日は決着をつけてもらいたいと思います。ジャンピングにジャンボ鶴田が打っていきました。さあ、無冠のアスリートも戦います。ジャンボ鶴田、自分とも戦っているわけでありますジャンボ鶴田でありますが、また場外であります。試合の方は10分が経過してまいりました。さあ、ここまでご覧になりまして、馬場さん、このまな弟子のピンチです、何かアドバイスをお願いします。エプロンのラリアット、ま、今のラリアットはね、はい、ちょっと効きましたね、ちょっと不意をつかれましたか。完全に場外、額から出血してますね。あ、本当だ、ジャンボ鶴田の額が切れております。どこで切ったんでしょうかね。ちょっとね、はい、判断つかないですよね。落ちて鉄板にもぶつかりましたか。あ、かなりの流血であります。今度は赤い鉄柱攻撃、強みましたジャンボ鶴田。さあ、これはがぜん苦しくなりましたジャンボ鶴田。馬場さん、苦しくなりましたね。そうですね、どうしたらいいですか。いや、どうしたらいいの、もうこんな柔軟性はね、忘れてもやるしかないですね。やるしかないですね、さあ、しかしダメージは大きくなるぞジャンボ鶴田。さあ、ウエストになり合ったか、なんだドロップキック、重戦車が取りましたスタン・ハンセン。さあ、カバーの体勢、3回目の防衛か、アメリカへベルトを持ち帰るんでしょうかスタン・ハンセン。さあ、一方奪還になりますか、力道山、そして馬場、鶴田と受け継がれたインターナショナルヘビー級のベルト、今やスタン・ハンセンの腰に巻かれています。ウエストになり合ったか、ウエストになり合っただ、ちょっとジャブ程度のつけた、山田さん、今はね、あーっと韓国
危ない今はね、そんなにあのカウンターでズバッと決まったって感じはなかったですね。馬場さん、今のラリアットどう見ましたか？まあ、ラリアットはラリアットでしょうけどもね、まだそんな決め技じゃないですよね。そうですね。徐々に回せで締め付けるようにスタンハンセン猛攻が始まりました。ストンピング攻撃、ジャンボ流血、思わぬ展開になりました。なりふり構わず行く、このように言っていたジャンボ鶴田。さあスタンハンセン真面目レボー徳張り完全に鶴田の動きが止まりました。カウント入ります。カウント危ないカウント2。さあ苦しみをバレに立ち上がることができるか。流血の鶴田歯を食いしばっている。しかし容赦なくキックストンピング攻撃が続きます。スタンハンセンであります。さあこの一戦を機に殻を破ってほしい、ハンセンを倒してほしいジャンボ鶴田。ヒットボール式のタックル。ハンセンも山田さんタフですね。すごいですね。ジャンボはねこれだけやられていますけどね、はい、ここで何かの隙を見つけることですよね。何を見つけることですか？いや何かハンセンの隙をですね。さあしかし今のところやられっぱなしだジャンボ鶴田。この鉄柵に打ち据えられまして腰から落ちています。そしてさらに追い打ちをかける。さあカウントが進んでいるぞ。以上秘密ではあります。あ完全に接近攻撃、2人がばっくり返り血を浴びました。スタンハンセン流血の戦いだ。あっと今度はスタンハンセンに鉄柱制裁であります。そこで反撃の糸口、明暗を分けたか。しかしジャンボも片膝をついている。さあジャンボ立ち上がれ、ハンセンを倒せ、ハンセンを打て、借りを返せ、無冠の鶴田大奮闘。さあハンセンの戦いはこれからです。ハンセンとの戦いはこれからです。振り切りをバレにして何かを掴んでもらいたい。ベルトを奪還しのジャンボ決めた。さあ場外戦、まずはここで反撃を山田さんに聞こえましたが、また場外ですよ。ハンセンも額を割りましたね。ハンセンも額を割っています。さっきの鉄球攻撃ですね。鉄球攻撃、ハンセンの額が簡単に割れました。これはね、鉄球攻撃、はい、ゴルタ選手のチャンス出てきましたね。出てきましたね。しかし常にこのルールを頭に入れなければいけませんね、山田さんね。そうですね、はい、常に上樋口レフリーの動きを注意しなければいけません。さあリングに戻る。そうだ鶴田、ハンセン足を引っ張るな。そこでハンセン足を引っ張るな。蹴落とせ鶴田、ハンセンを蹴落とせ。さあハンセンも必死にリングラインに、ちょっと鶴田が入れた、ラインの上である鶴田が入れた。さあこの両国鶴田のお客さん、ラインの国体であります。さあ馬場さん、ここからの攻め、前は横ぐらりやっと打ちましたよね。まあね、ジャンボがそれ調子に乗らないことですよね、はい、攻めながらやっぱり守る気持ちを持ってないとね、はい、それからいつもの攻撃の間に見せる間はどうですか？余計な間、はい、いいですよ、いいですけども、はい、用心しながら攻めていかないといけないんですね。そうですか。山田さん、これジャンボに何かしたこと？いやもうね、はい、大きな技を期待したいんですがね、もう相手がハンセンだってことをね、はい、忘れないでほしいですね。なるほど、ここからが大事ですよ。用心には用心を重ねなければいけません。ジャンボ取れた、必死の思いでカバーだ、ベルト奪回か。カウント2、第16代のチャンピオン誕生になりますか。あと一息まで、マンハンセンを追い込んでおります。15分経過、インターベルトを奪回して、インタータックをさらに長州役より奪回して、そしてアメリカ遠征に臨みたいジャンボ鶴田。さあジャンピングリーチ、馬場さん、ハンセンのダメージはどうですか？いや、まだそんな、まだ大丈夫。本当にやはり跳ねのけてきます。カウント2で跳ねのけてきます。どうもね、単発の技ではやっぱり仕留めるのは難しいですよね。さあ今度はもうシャニブに行く、もうナックルパートの10連発。さあスタンハンセンが場外戦略。さあ上位場外での戦いが多くなりました。このインターナショナルヘビー級タイトルマッチ、両国国技館決戦であります。ハンセンも今度は復旧大関戦に行きました。山田さん、場外戦でもこういったのを鶴田がすごく取るようになりましたね。ドゲンを追ってしまったか。右のジャンピングリーパット失敗。自爆の鉄球に打ち勝ってしまいます。山田さん、私は場外戦有利に
に滑らせましたねと言った途端ですね。そうですね、ちょっと早まりましたね。早まりましたということはね、ハリセンがあれを合わすだけの、うん、まだ余裕があるということですね。そうですね。さあ結果が全てだ。ジャンボ鶴田、ジャンボ鶴田、どんな手を打ってでも奪うと言っていたジャンボ鶴田。10年でリングに戻る、10年でリングに戻る。完全に引っ張る鶴田が浮く、鶴田が浮く、これでもかと浮く。さあこっからです、こっからです、勝負を見ましょう。15分が経過しました。インターナショナルヘビー級のタイトルマッチ、両者もうこうなると山田さん、精神力の戦いですね。そうですね、しかしね、これだけのね、一流選手ですからまだスタミナありますよ。はい、そしてまた後半戦もあのウエスタンラリアット、そしてジャンボもバックドロップを出しておりません。まだこれ馬場さん、両選手ともに必殺技を打つチャンスといいますか、スタミナはありますね。狙ってますよね。狙ってますね。さあジャンボ釣れた、ジャンボ釣れた。秘密兵器は何か、秘密兵器は何か、初参戦打倒の秘策は何か。あーっとー、ニードロップ失敗。さっき鉄柱で痛めた右の膝を痛めてしまいました。さあそこにハンセンのエルボー、能的な攻撃、すかさずね、痛めたところを打ちますね、はい、そうですね、これだけ追いついてますよね、はい、もうあの出血して、あれだけフラフラしてるように見えながら、はい、まだまだ冷静ですね。そうですね、無冠になって、そのチャンピオンの大きさ、そしてベルトを奪うことの難しさが分かったといったジャンボ鶴田であります。ロッカールームでもあれだけ明るいジャンボ鶴田が一人考えるシーンが多くなった今日この頃でありました。また地元には天竜ナンバーワン、そういう声も出始めているわけであります。さあジャンボ鶴田、意地を見せたい、意地を見せたい。しかしながらあのリックマーティンを破ったロッカンクラブ、片エビですね、片エビ、片エビが壁に入りました。鶴田苦しい、右膝を痛めているだけに、これはママさん理にかなった攻撃ですね。そうですね、これはもう本当に苦しいですね。まだリングの中にロープへ出るにはまだ距離ありますしね、はい、そうですね。さあ鶴田コール、鶴田コール、山田さん、この鶴田コール、まあ、熊野の鶴田の頑張りに対するコールですね。そうですね、もうここで負けてほしくない、なんとか頑張れということですね。しかしながらスタインハンセン、左腕をしのいたぞ。ウエスタンラリアット、ウエスタンラリアット抱きつくようにして打ちました。馬場さん、ちょっと解説してください。いや、これはもう本当に効きますね。ものすごいラリアットでしたね。ちょうどね、輪島にこの技を教えたんですよね。はは、いわゆるあのラリアットとネックブリッカードロップの複合技と言われるやつ。そうなんです。なるほど、この技をハンセンが使いました。山田さん、驚きました。いわゆるね、打ってから巻きつくようなすごい技ですね。銃の衝撃を加えられているわけであります。さあ今度は、今度はジャンプかわした。さあ丸め込んだ、丸め込んだ、丸め込んだ。さあこれ関節に入るか、どうだ、関節に入った、関節に入った、4回目の防衛なりませんでした。さっき反戦を破りまして日本伝統のインターのベルトが鶴田の腰に戻ってまいりました。一瞬の返し技、山田さん、ちょっと今まで両者もみ合っていますが解説してください。そうですね、はい、あのお互いに気を出しての攻防、非常に激しくなってきたわけですが、はい、本当に鶴田選手が掴んだ一瞬のチャンス、これを見事にね、まあ、あの回転エビ丸め込みましたね。そうですね、右の腕、左手を痛めましたので右の上でこのテキサスローグを行いました。スタンハンセンでありますが、王座脱落であります。スタンハンセン